カイモンドです。リアル武道をぶちかます。はい。ということでですね、今日も、カワイモンドの武道講座の時間がやってまいりました。よろしくお願いいたします。こちら、全水城空手道県世界館館長、そして SSR セルドメンズ代表、カワイモンドです。よろしくお願いします。はい。今現在ですね、DVD だとか、それから総合新スタッター講座、オンラインだとか、それから T シャツ、こちらのも出てます。入会もできるし、購入もできる。いろんなことができますので、説明欄の方からちょっと入っていただいて、ぜひともですね、SSR をサポートしていただきたいと思います。ぜひともよろしくお願いします。はい。ということですね。はい。今日のトピックなんですが、ハートブレイクショット。ハートブレイクショットいきたいと思います。これなんだろうって多分思いますよね。これはですね、初めの一歩に出てくるやつですね。これ、ハードブレイクショットって技があります。はい、ちょっとこれについて、今日はですね、いろいろとちょっと説明していきたいと思います。で、なぜかというとですね、このようなコメントをいただきました。モンド先生、とうとうその境地に入りましたか？すいません、その境地がちょっと意味わかんなかったです。ちなみに、両手、小手で胸を打突すると心臓止まりますかね？参考ですって言って、これ動画のリンクの方を貼っていただいたんですよね。で、私これ見ました。はい。どういうことかっていうと、要はサッカーをやっている最中、フットサルかな？サッカー、とりあえず球技をやっている時に、ボールがこの胸あたりに当たって、で、そのまま心臓麻痺を起こして倒れるっていう動画なんですね。はい。まあ、これ有名な YouTuber の方だと思うんですけど、その方が過去の動画を出してらっしゃるんですよね。その後 AED をやって蘇生措置っていうことをしたっていうことで、心臓止まってるんですよ、実際。本当に止まってます。なので、そのことですよね。その動画をちょっと見させていただいて、まあ、それに合わせて、この、私893さんですね。まあ、両手小手で胸を打突すると心臓って止まるんでしょうかっていうような。まあ、これちょっと素朴な疑問っていう素朴な疑問ですけど、それをちょっといただきました。はい。で、私が、まず、その動画を見て、それから、私さんのやつを見たときに、コメント見たときに、すぐ思い出したのは、このハートブレイクショットですね。初めの一歩。このハートブレイクショットっていうのは、心臓を打突する、いわゆるパンチを打つことによって心臓を止めるってやつなんですけど、これってどうなんですかって、可能なんですかって話したときに、まあ基本ですよ。例えば、これを誤診だとか、ちょっと戦い、いわゆるコンバットの上での武術ね。武術の上でのコンバットって話したときに、ちょっと私は考えられないです。なぜかというと基本的に動いたりするので、確率としては非常に低いと思います。かなり低いので、これ誤診に使えるっていうことはまず思わないでください。いいですか？基本的に胸の胸部だとかっていうのは非常に強いです。例えば、こちらが武道の達人で、かなり長いことやっていて、戦績もあって、スパーもむちゃくちゃやってる人で、相手が例えばカリカリの人とかだったら、で、ほぼやったことがない虚弱体質の人間で、こうやって素手で立ってる人ならね、動かない。要は相手は動かないっていうの。これは立ってる状態だったら、当たったら、ないとは言えないかもしれないです。いいですか？ないとは言えないかもしれない。だけど確率はそれでも非常に低いと思います。いいですか？それぐらい難しいんですよ。それはもちろん胸骨とか折れたりだとか、例えば内出血、内臓出血とかになって、それで多大なダメージを与えるってことはあるかもしれないですけど、心臓自体を止めるっていうのは私は非常に難しいと思うんですよ。いいですか？まあ、そういうことなんですけど、いいですか？まあ、純粋にね、こういうのって実際どうなんでしょうかって話したときに、私ちょっと言いましょう。ですね、まず結論言います。結論。あります。あるんですね、これは。ハートブレイクショットっていうのは、これはまあ、ボクシングの中で使ってたりするっていうことなんですけど、コークスクリューブローっていうのがあるんですね。コークスクリュー。スクリュー、すいません、違う。コークスクリューブローっていうのがあって、ねじ込んでいくっていうのはあるんですけど、ただ、このコークスクリューブローっていうのは、まあ、海外の選手の方が使ったんですね、ボクシングで使ったんですけど、これは、これ自体が実際どうなのかって、効果あるのかっていうと、まあ、これ心臓止める止めない以前にね、効果あるのかって、あんまり効果はないっていうお話なんですよ。その道のプロの方から言わせると、まあ、ボクシングをやってらっしゃる方ですね。から言わせると、これは効果はなし。効果はなしっていうことですね。これ、コークスクリューブロー。ちょっと画像を貼ります。はい。ということなんですけど、まあ、このハートブレイクショットっていうもの自体は架空に作られた技っていうことですね。まずそれを覚えていただければいいですか。だけど、実際どうなのって話になったときに、このコークスクリューブローに関してちょっと、
言わせていただきたいんですが、ここですね、そもそもコークスクリュー、コルク抜きのようにひねることで強い力が発生するというのが疑わしく、セルフプロモーションに長けたマッコイの宣伝だった可能性があります。ちなみに、正真正銘の意味で使われるリアルマッコイはこのチャールズ・マッコイから来ています。コークスクリューブローは、懐疑的な意見が多く、拳をひねるだけなら多くの人がやっています。極端にひねるのはパンチを伸ばして打ち抜くためだと思われてますが、打ち終わりを狙われやすくなりますと。はい。ということですね。はい。ということなんですが、まあ、このハートブレイクショットはあるという、まあ、結論なんですけど、なんでそんなこと言えるんですかってなった時に、まずですね、先ほど私さんが紹介した動画、いいですか。要は、ボールが当たって、いわゆるサッカーボールですよね。まあ、サッカーのあのボールが当たって、で、それで心臓が止まってるってやつなんですけど、実は、この手の、いわゆるその心臓停止、心肺停止というか、その心臓が停止している事件っていうのは、むちゃくちゃ実はあるんですよ。これ、まあ、事故なんですけど、故意じゃないんですね。事故なんですけど、これ多いんですよ、実は。あるんですよ。そんなに少ないものじゃなくて、実は結構あるんです、これは。で、これね、面白いことに、まあ、面白いことに言ったらちょっとあれですけど、こっちはこれサッカーもあるんだけど、サッカーだとか、フットサルもこれもあるんですけど、いいですか？まあ、球技ですよね。球技だとか基本的に多いんですけど、サッカー、フットサルってあるんですけど、だけど、その中でも圧倒的なのが、これね、野球なんですね、これ。野球のこのベースボール。これが当たって心臓が止まるっていう件が実はあるんです、これ。多いんですよ、これ。信じられない話ですよね。あんなちっちゃいのがっていうことじゃないですか。だから、っていうことは、まあ、サッカーのようなボール、サッカーボールのようなものでも、まあ、大きいものでも、心臓っていうのは止まる時が非常に稀だけど、あるんだけど、いろんなところに重なってね、条件が。あるんだけど、ピンポイントで狙うと、野球のようなベースボールのような、わかりますよね？ああいうちっちゃなボールで当たると、ピンポイントのが効くってことですね、これ。まあこれ私の試験です。私の試験ですけど、ピンポイントの方が効いてるのではないかっていうことですね。はい。となると、これを例えばね、例えば私さんだったら、小手でこうやって打ったり、こう両手で打つとか、こう打つとかっていうのは、まあ中まで内部まで浸透するじゃないですか。拳とかだったらね、外部だけしかダメだとかって言いますけど、ね、で、小手だったら内部まで浸透させる。例えば頭なんか叩いても脳まで、脳の中まで浸透させるっていうのがあるので、それはわかるんですけど、だけど、小手にしなくとも、グーにした状態でパンチをしても、これは、稀に心停止に陥ることがあるってことです。これなんでかっていうと、まあ私だったら、例えばね、過去で試合で、例えばこう、引率とかしていくじゃないですか。その時に、絶対、購入しなければいけないだとかっていうのが出てくるんですけど、いろんな、サポーターだとかそういったものですね。そういったものを購入しなきゃいけないって話が出てくるんですけど、それがですね、心臓浸透ですね。心臓浸透用って言うんですよ。すみません。これちょっとひらがなで書きます。浸透用のプロテクター。この体につけてくださいよっていうのが、これが出てきます。心臓浸透用っていうのが、これ出てくるんですね。これ特に子供とかだと、これ子供は多いんですね、これは。これはね。子供はこれちゃんとつけてくださいねっていうのは、まあ大人の場合はね、裸でもうそのままやってガチで叩き合ったりするから、まあそれ見ていただいても聞いてないなってことわかるじゃないですか。だったらみんなバタバタし、心停止してるはずなので、ないですよね。だからそんなことはほぼないんだけど、特に子供さんの場合は、この心臓浸透用プロテクターってやつをつけてくださいねっていうのはあるんです、これは。だから私たちは購入したことがあります。いいですか。どういうことかっていうと、あり得るってことです、これは。心臓浸透はあり得るってことなんです、これは。だからパンチでパン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 って打ってた時に、カクンっていくことがあるんです、これは。あり得るってことなので、まあ、もう確率としては非常に低いんだけど、これはあり得るということになるんですね。だから心臓浸透用プロテクターっていうのを、これ多分フルコンなんですけど、まあフルコンの話なんですけど、まあ私ね、フルコンの話として私は認知してますけど、これはあるということですね。っていうことから鑑みるに、やはりピンポイントで拳で打っても、心臓が止まることっていうのはないとは言えないと。例えば大人の試合であってもないとは言えないとかです。で、考えると、まあ、こういうふうにね、コークスクリューのようにやるから止まるのかっていうと、そうではないと思うんですけど、普通に叩いても普通にいっちゃうっていうことはあるってことだから、このハートブレイクショット自体の技自体は、あんまり意味ないかなと思いますね。はい、
で、ハートブレイクショットのちょっと、まあそうですね、私もちょっといろいろ見たんですけど、基本的にパンチをこう構えてますよね。こういう状態から、ここから、持ってって、体を全体的に持ってって、で、返して、で、ここまで、だいたいここで普通は止まるじゃないですか。こういう状態で。こういう状態ですよね。だけど、この場合はここから行き切るんですね。だから、こういうふうに行き切るってことです。普通だとこう、こうで止めたり、もしくはこの状態から縦で打ったり。縦系の方がスピードがあるので、実は。縦系の方が威力あるんですよ。実際は。威力があるというちょっと言い方がおかしいのかもしれないけど、スピードを出そうと思ったら、別にここまで振り切って、ねじって、こういったり、ハートブレイクショットみたいに、このような状態で、こうふん、ねじり込んでいくっていう、回転をかけて入れるっていうのは、そんなにあんまり意味がないので、そうなると、構えた状態で縦剣で、ストンって入れても、全然これは入ってきます、中まで。浸透していくので、そう考えると実践的なのになってくると、縦剣が一番実践用なんです、これは。素早く打とうと思ったら。そのまま打てるでしょ。このまま返そうと思ったら、このまま、こうやって返さなきゃいけないから、ねじりを加えるっていうのは時間的なロスもあるし、果たしてそれ自体が威力があるのかっていうと、先ほどのコークスクリューブローの剣と一緒ですよ。ないんではないかってところに行きますね。だから、これの技の、技自体、ハートブレイクショットのこの技自体、ぐにゅんと。かっこ見てくればいいんだけど、実は意味がないっていうところはあります。だけど、ハートブレイクショットっていうもの自体が心臓を止めるっていうパンチだから、そこのところを見たときに、ないとは言えない。だから、あるっていう話を私はしてます。いいですか。でですね、これ非常に重要なんですけど、これ今回は、ね、皆さんもね、どんどんこれからね、登録していただいて、高評価を押していただいて、それから、DVD を購入していただいたりだとか、あとダウンロードしていただいたりだとか、ね、あとは、そうですね、寄付をしてくださったりだとか、総合新された講座をオンラインに入会していただいたりだとか、そうすると、私の方がね、いろいろ入ったりとかして、サポートになりますので、それを続けていただければ私はどんどん、これ、極秘情報も紹介していくことができますので、ぜひともよろしくお願いしますね、皆さん。サポートしてください。よろしくお願いします。はい。ほったらかしダメですからね。お願いします。サポートしてくださってる方、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうなんですけど、ちょっとですね、行きましょう。で、先ほど私は言ったのは、このようにねじり込んでやるってこと自体が時間のロスになるし、あまり意味がないって話しました。だから一番打つんだったら、ハートブレイクショットっていうのは、この状態から縦で打ち込む。で、体全体を腰を使って溜めよう。いいですか。あと、つま先のところにちょっと重心を落として、返して、と同時に前へ出していく。いいですか。その時に、例えば体がこうあるじゃないですか。体がこうあるとしたら、人体ありますよね。そうすると、これは多分ね、皆さんちょっと聞いたことあるかな、空手とかやってる方だったら。パンチを打つ時に、ここを打つっていう感覚じゃないですか。大体皆さんってここを打つっていう感覚ですよね。パンチ打つ時に。すいませんね、ちょっと。これ人がいるとしたら、ここを打つという感覚ですよね。わかりますかね？ちょっと見えますかね？ここ。ここ、表面を打つんだよっていう感覚でいるじゃないですか。違うんですね、これは。あと中には、内臓を打つんだよっていう考えの方も見えますよね。これも違うんですよね。違うんですよ。打つときはここを打ちます。わかりますか？人間がこうやって立ってるとして、まあ、こっち向いてます。で、あなたはこう向いてますよね。そういう時にパンチを打とうと思ったら、ここを打つんです。相手の向こう側、体の背中の向こう側です。そこをイメージすると、衝撃波っていうのは抜けていきます。いいですか？衝撃波抜けてます。いいですか？ちょっと今、誤信の話してないですからね。武術の世界、武術のロマンの世界、武道のロマンの世界の話をしてますからね。勘違いしないでくださいね。誤信の時の顔と違います。今、武術の顔になってますからね、私は。はい。ここ。抜けていく感じでいく。これ一緒ですよね。例えば、蹴りでもそうでしょ？例えば、バット折りなんかするときでも、必ずこれ言うのが、ここを折るんだよっていう感覚ではダメなんですよ。これ今、バットです。すみません。バットがこうやってやって、ここを折るんだよっていうイメージはダメなんですよ。どこを行くかって言ったら、蹴るときに、ここをイメージするんです。ここ。こっちから蹴るとしたら、ここをイメージするんです。向こう側をイメージするんですよ。そうすると、抜けてきます。力が。で、折れます。パキンって。ここだけだと、折れないです。
いいですか。あと力任せでやったりだとか、やればまた落とし方とか、こう上から落としていくとかってのもあるんですけど、要は力が逃げないように、こうやって落としていくっていう方法もあるんですけど、こう向こう側に意識を持っていくっていうやり方もありますから、そうすると力がストンって抜けていくとかですね。はい。だからハートブレイクショットの場合は、体を返して使って、その状態で、相手の心臓ですね。どちらかというとちょっと左側です。まあ、中心なんですけど、左寄りの中心なんですけど、ど真ん中ではないですよね。完全に左側ではないから。真ん中なんだけど、左寄りの真ん中ってことですね。のところで、縦で、縦剣で、短く、打ち込む。っていうことですね。そうすると、もしかすると、このハートブレイクショット、成功するかもしれない。っていうことです。ダメですよ、皆さん。真似しないでください。これ、モンドってやつが教えてたから、俺ちょっと学校で使ってやめてください。ダメ、ダメ、ダメ。ダメです。わからないようなところは何が起こるか。いいですか?やめてください。絶対ダメです。いいですか?ロマンの話ですよ。ファンタジーの話してます。でですね。まあ、これ今わかりましたよね。今打ち方だとかもわかりましたよね。わかりましたよね。で、説明もしました。だけど、どこを狙うのかっていうのがあって、これね、すいません。ちょっと今回、むちゃくちゃえげつない内容になってます。もしかするとわからないです。これちょっと YouTube。ブロックかもしれない。わかんないですけど、動画自体で。はい。ちょっと説明します。心臓振動を起こしやすい衝撃部位ということで、部件により、衝撃部位が特定できた症例では、衝撃部位の多くが左心室の真上に一致していた。そうですね。心臓振動の原因としては、迷走神経反射などの仮説もあったが、リンクらの豚実験では、やはり、左心室の真上にボールが当たった場合は、効率に心室細動が誘発されている。その他の部位では、心室細動発生率は極端に低下することから、左心室への衝撃が直接心肺停止を誘発することが示された。っていうことですね。まあ、これだけでもわかると思います。はい。ちょっとこういったことですね。これちょっと見ていただいたらわかると思いますが、まあこれ右心房があって、それから右心室があると。それから、左心房があって、左心室があるということですよね。まあ、このような状況になってるんですけど、基本的にこの集中してるのが、このあたりですね。このあたりに集中してるってことですね。ボールが。ボールが集中して、心肺停止に導いてるということになります。いいですか。なので、どういうことかっていうと、この狙ってるときに、この部分を、左心室の部分を狙って、打ち込むってことですね。そうすると、このハートブレイクショット。ハートブレイクショットっていうものが、もしかすると、起こるかもしれないということになりますね。はい。まあ、これはもう完全に医学的というか、まあ、科学的というか、もう完全にですね、これ判明していることで、実際にボールの集中しているところが、この真上に来ていると。左心室の部分に来ている。他のところだと、極端に減るってことですね。確率が。だけど、左心室の部分に直撃したボールっていうのは、そういった、心肺停止まで、心肺停止を誘発させてるってことなので、そうすると、そこの部分に打撃を入れると、心肺停止が起こりやすいということになります。はい。いかがでしたでしょうか?わかりやすいですよね。わかりやすいですよね。はい。そういうことですね。これ、ハートブレイクショット。ちょっと行きましょう。まとめ。ハートブレイクショットっていうもの自体、いわゆるコークスクリューブローのようなものっていうのは、やってもあんまり意味がない、効果がない。いいですか?それはまず覚えておいていただきたいと思います。効果はない。技としては効果はない。だけど、ハートブレイクショット、ハートブレイク、実際その、心臓自体を止めるということは、止まるっていうことはあるのか、打撃によって止めることってあるのかってなったら、あるという結論ですね。はい。で、そしてですね、実際に、先ほど言いました、どういった時にあるか、サッカーだとか、野球だとか、まあそういったその球技ですね。球技に多いということですよね。そういった話をしました。いいですか。そしてですね、あとは、まあこれフルコンに限って私言ったんですけども、心臓振動プロテクターっていうのを子供中心にこれつけたりするってことがあるよ、ということから、打撃ですね。打撃で、いわゆるその心臓振動っていうことは起こりやすい。いわゆる心肺停止に導くってことはあり得るよっていう話です。いいですか。こちらではボールであったんですけど、こちらでは打撃で、普通のパンチだとかね、蹴りだとかそういった打撃で起こりやすいよ。だから膝蹴りとかも多分あるでしょうね。
普通の肘だとかパンチだとかいろんな打撃でこれは当然あり得るという話をしました。いいですか。まあ、先ほどね、ベースボールが一番起こりやすいってことから、実際球っていうのは大きくなきゃいけないのかと、大きい状態で衝撃をパンと内部まで食らしたら止まるのかってことじゃなくて、実際は野球のようなこういったちっちゃいボールの方が起こりやすいよってことですよね。っていうことは、で最後の知りました。ここですね。こちらですね。いわゆるその左心室という部分にそれが集中しているということですね。この左心室に当たった衝撃からですね、いわゆるその心肺停止まで導かれているということになりますね。そういったことも紹介しました。はい、であとはちょっと打ち方もね、出てきました。この遠くを打つんだよと、ここじゃないよ、ここでもないよ、ここを打つ感じで打ち込んで、衝撃を抜けさせるよと。そうすると、この例えばピンポイントで打った時と相まって力がね、そしてこのいわゆるハートブレイクショットっていう、リアルハートブレイクショットっていうものが生まれるかもしれません。皆さん、真似はしないでください。いいですか？絶対ダメです。ダメですよ。ダメですよ。学校とかで、ね、ダメ、やめてください。やめてください。これはファンタジー。やめてください。やめてください。ダメです。はい、ということになります。はい。いかがでしたでしょうか？だから今回は、ちょっとね、まあ、ファンタジーはファンタジーなんだけど、実際これあり得るというところだから、これをね、本当にね、気をつけていただきたいと思います。特にスパーリングなんかでも、これはね、私はね、特にまあそうだな、子供かな、衝撃が中まで浸透しやすい子供かな、まあ男性でもね、大人の男性でもこれ実際ね、私さんが紹介したような動画だと、実際成人男性でも起こってるから 100% 起こらないってことはないんですけど、子供さんが一番起こりやすいかなということなんです。だからこれね、心臓浸透用プロテクターっていうものは私はつけた方がいいと思います。非常に危険だと思います。はい、ということですね。あとはね、護身術で使えるとかっていう考えはちょっとやめてください。いいですか。今私は武術の話をしてますからね。よろしくお願いいたします。ロマンもありますからね、武術は。はい、ということになります。はい、ということで、では今回はこれで終了させていただきます。皆様、ありがとうございました。はい、ではまた次回お会いしましょう。今回はハートブレイクショットを紹介させていただきました。で終わります。リアル武道をぶちかます。